ベロリー v 3 x t a g p ズ g ー、テクノロジーインクはかつて存在した台湾のグラフィックチップ開発メーカー。台湾のチップセット開発ベンダーシスのグラフィック部門からスピンアウトする形で2003年に設立されたが2010年再びシスに買収され同社の一部門となる。設立時にトライデントマイクロシステムズのグラフィック部門を買収している。 ズギーワシス時代に、ゼーバーという GPU を発売しており、当時競合製品であった、エンビデア社の GForce4 MX に被験する、性能とそのコストパフォーマンスの高さから、比較的日本のユーザーに受け入れられていた。2003年9月15日に発表された、GPU。 ベロリーは S3 グラフィックスの GPU と同じく 1080i の HDTV 出力をサポートして、折高機能な動画出力で他社との差別化が図られている。最上位モデルの V8 デュオは GPU を2個搭載しているといった野心的な技術が取り入れられているが、性能は競合製品に及ばなかった。調査会社、ジョン・ペティリサーチの調査で2005年代3四半期の グラフィックチップ市場のシェアデズギーは0.2%と低迷していた。2006年3月に ATI テクノロジーズが関連会社であるマクロシナジーを買収し、それを受けて PC 向けの新たな GPU の開発は凍結され、サーバ用や組み込み向けの GPU の開発にシフトすることとなった。ありがとうございます。